<laughs> バニラさんまあのリクエストですということで、うんえー、高 J より年齢もうすぐ関暦性別じいちゃんって書いてあります。そう、活弁ライブのご常連さんです。<ー><ー>ちょっと書いてあるまま読むね。うん、高島恵子さん、一つ二つ三つマングローブさん、こんばんは。どうも。どうも。四にも素敵なヘリウムボイスの持ち主、活弁師山崎バニラさんをよろしくお願いします。お願いいたします、えー。ぜひこのフレーズをバニラさんに読んでほしいですと。 ね、渾身の一言なんですよ。はい、これはまあね、個人的な個人的なマイですかね。おじいちゃん、ダジャレばっかり言ってないで、お散歩行きましょうね。<laughs> いいね。<laughs> 一ついい、ね、二つ三つマグロブですブ、ね。いつもダジャレを交えてコメントをくださる方なんですよ。あ、なるほど。 ね、常連<ー>さんで、うん、なるほどね。ありがとうございまし、うん、た。お、かずバナナさん、四十六歳、男性です、えー。日活ロマンポルノの名セリフで、私の座右の銘でもある。<う>座右の銘、うん、座右の銘って、タイトルこうね、あるよね。あの、石の上にも三年とか、うん、そんな感じよね。でもあるセリフを読んでほしいです。では、お願いいたします。 ねえ膝小僧にキスしてよ。<laughs> なんだよ座右の目って。<laughs> 確かに <laughs>、うん、座右。そ<う>どう座右の目目の前のものに、うん、こう目がくらんでね、うん、じゃなくてもうちょっと上か下かわからないけども、うん、一瞬見落としがちなところにちゃんと目を向けて、でそれを人と共用しようよ。<laughs> そう,そういう意味ですね。これはね。格言、うん、ね。ねえ膝小僧にキスしてよ。膝の裏舐めてっていうのもあるよね。あら。ねえちょっと一言お願いします。膝の裏も舐めて。<笑><笑>何恥ずかしがってんだよ。<laughs> これは恥じらいを持って言わないとい。膝の裏舐めてよ。じゃあダメなあそっかそっか。か恥ずかしい。膝の膝の裏舐めて。うわー生々しいね。 私は何をしてるんだろう本当にお仕事してるんだよバッチリお仕事してるんだよ自信を持ちなさい今日親に戸籍取りに行ってって頼んだばっかり取ってきてるだろうよじっと見てる多分聞きながらじっと見てね指でなぞってるとか周平ってとこじっとなぞってるとか3-7の HK さんから山崎さん聞き迫る感じでお願いしますとはい。黒ひげ聞き一発 ははははは。<laughs> こ, <laughs> これいいよね、なんかこうおもちゃ売り場な感じがあ<ー>、うん。いいよね、キッズコーナーな感じでね。うんうんうん、だいぶ、<に>だいぶ飛んだよ。遠く、うん、までね。は私らも言うの。え、私たちも。なんで、それなに、あんたの趣味だね<に>黒ひげききぱつ。黒ひげききぱつ。え、じゃ、どうぞ。じゃ、コラボレーションしてみようか。<laughs> あの、途中まで言うの、私が。どっちがいい、どっち言いたい。 じゃあ、私前半でいいかな。<laughs> あ、じゃあ、私前半だな。えー、じゃあ、いいよ。黒ひげ <laughs>。聞きけ。一発。どう。ういまいち。いまいちだったかな。ちょっと、うん、家帰ってもう一回聞いてみる。あ、ね、あんまりよくなかったね、これね。う,ーんねうん。あのね。うん。あ、でも、正直ね、本当に。もうちょっと気遣いなさいよ。<laughs> 次22歳岡間さんこれラジオネームだから、ね、<laughs> あのね <laughs> ラジオネームっていうのはもっとひねるのね3文字ですね、うん、ほんとに迷いがない22歳岡間さんえー「ガラスの仮面の名セリフ」はいお願いします恐ろしい子まあこれな、ねね、んだっけじゃあこれね はいえー、シュガー・ノッカートさん、うん、八王子の18歳男、はい、小島さんに怒った感じでお願いします。怒った感じで今から迎えに来てて慣れてる 完璧!」とか言わないよこんなこれで迎えに行ったバカな男いっぱいいるんだろうねいやいやいやすごい雨の中とかないないですよもうほんに迎えに行ったあなたがおるかよ山崎バニラさんぜひこれを言ってくださいとカレンサクセスさん神奈川県から50歳の方ねはいじゃこれをぜひ言ってくださいとはいうんそれ えなにどう読めばいいのかもこんなことえいいですねいいねいいですね今のあ、地名いいねいいですね大田区大田区いいね大田区私大育ちそうかだからなれた大田区押し上げなんかじゃないですかと押し上げ押し上げなんかすごく押し上げられてる感じするわスカイツリーな感じするわよ

<laughs> 完全二番煎じですよね。<laughs> かなかなかこの大田区は良かったですね。面白いね,ね、これあとは。あと,ああとは <laughs>、えー。栗ご飯はうまいさん。たんあ、福岡の人からね。三つさんにお願いします。<は>ええー、沖田館長風でこちらをどうぞ。 何もかもみんな懐かしい <laughs> あ、沖田さん実は <laughs> 実は懐かしいね、そうだったのね、うん、沖田さん割とち,ょちょっと沖<田>ちょっとおねまいのあったんだ、うん、沖田館長 <laughs> <laughs> はいこちら館長室 <laughs> 沖田館長がねいいんじゃないですかこれこのパターンでもいいですね、うん、こういう館長パターン うん。ね、それをミツさんが読むっていう。<laughs> 熊本県中里ル十六歳高校一年生 <laughs> 山崎さんにこちらお願いします。ドッキリ大成功。<laughs> <laughs> 大成功。<ー>た脱力するわね。うん、こんなんでドッキリ。すっごい頭にきますね。こいわれだ。ね。ね,ね,ね。あとはーえー、っと。 ノアちゃん、うんとね宮城県から十三歳だよ。うん、もうねないよこんな時間ね十三歳女子ノアちゃんから、えー、こちらをお願いします。バカモン。あはいどうぞ。バカモン。ため <laughs> <laughs> た。私これ普通に息子に言う時があるので。 その時と同じ感じで言うとバカモン。これは普通にちゃんと小言として言ってます。バカモンっていうんですか。はい。私ねなんかね息子を怒る時にこうなんかこうなんかちょっとねおじさんみたいになっちゃうんですよね。波平さんみたいに。あのお母さんがヒステリックに怒るっていう感じがすごくこう自分でこうトラウマっていうかそれが嫌だったので。 あのヒステリックにも「何でそういうするなみたいなお母さんになりたくないなと思ってたらああなんかね鬼軍曹とか雷親父系の方にシフトしちゃってね、うん、怒る時おじさんになっ何を<ー>しとるんじゃん <laughs> しとるんじゃは言わないけど「あほうかそんなことやってたら死ぬぞ!」とかねああ危ないことした時とかね、はあ、そうだからバカもんはね言いますね。ああそうなんだでで、うん、ではここでニュースは天気予報です 日本放送報道局の上村解説員ですはいお伝えしますニュースでした続いて天気予報です明日は日本海側は雲が多く新潟から北では雪になりそうです太平洋側は晴れるところが多くなりますが関東は雲が広がりやすく内陸では一時雪が降るでしょう全国的には真冬並みの寒さが続く見込みです各地の予報です 札幌は晴れ一時雪、最低気温は氷点下5度。青森は曇りのち雪、最低気温は氷点下4度。仙台は晴れ一時曇り。東京は曇り。最高気温8度、最低気温1度。新潟は曇りのち雪。金沢は晴れ一時曇り。名古屋は曇りのち晴れ。 大阪、広島、高知は晴れ、一時曇り、福岡は曇り、鹿児島は晴れでしょう。天気予報でした。やっぱりどんな声で読んでも北海道は寒いんだってのが伝わってきますね。<laughs> 情報ですからね。あそうなのね。情報誰が読んでも寒いの北海道は。情報です。現在の。今誰か読んだんですかさっき読んだけどなんかマイナス二十八度とかってなかった、札幌。<ー>そんな、そんなでもないのね。<laughs> いや、でも、いい、いいですね。と上村さんにもね、リクエストが来てるの。ね、リクエストが来てるのよ。何ヘッドホン取っちゃって。ね。終わったと。いるでしょう。兵庫県伊丹市小悪魔な女装アゲハさん、また来ちゃった。責任取ってよ。じゃ、上村さんにこちらをぜひお願いいたします。ね、情報、女装アゲハちゃんに読んでみて。寒くないかい。これだけですか。 なんか全部持ってくれた女装<ー> <laughs> って不憫神野さんありがとうございました山崎バニラさんとお送りしておりますけれども神子、はいえー、さん22歳高松市の方男性ですが山崎さんの牛ちゃんマンボは私がよく行くスーパームーミー川島店でよく流れてますよ、えー、<laughs> すみません 香川県ええ、行ったばかりなのに。てるそうですようあとね23歳男性どこかで聞いたことのあるお声だと思ったらバニラさんがいらっしゃると知り初めて番組にメールしますありがとうございます、うんえー、バニラさんがナレーションされたアニメを見ていてかっこいいナレーションだなと思っていましたが可愛らしい声だったんですねと。えー、どんなナレーションしたんですか その、公爵子の役だったんですけど、全くセリフが思い出せないんですよね。公爵子。はい、あの、多分神様始めましたっていう、アニメだと思います。<ー>はい。私、ね、は、そういうトーンじゃなかった。ね、かっこいいトーンだった。あ、そう、そうですね。うん、まあ、全然思い出せない、やったばっかりなのに。<ー> <laughs> うん、はい。そそね、最近やったんですね。はい。はい、あとは、うんえー、福岡県から、食いご飯うまい、さん、男性の方ね。 えー、山崎バニラさんの声を聞いてニャースのような方を想像していたんですがニャースって何ポケモンのニャースあそうですね多分ポケ,ねポケモンの猫っぽいニャースのような方を想像していたんですが画像検索したら、えー、普通のお姉さんでしたニャースの妹がもしいたらぴったりだと思いますよでは、えー、バニラさんこちらを「もえもえな感じで言ってください」<laughs> というね個人的なリクエストですお兄ちゃん雷怖いの一緒に寝ていい どうだ満足したこれ,これはもうダメよあんたたち勝手に商品化しちゃうなん何な,なのよ番組、ね、の企画だと思って調子乗って何言わせんのよ本当商品化されては困りますよねこれこれ商品もういわゆるなんか電話ボックスのチラシみたいなことになるわよダメですよダメですよ<ー>ええー、19歳藤沢市男性地球の明日さん山崎さんこれ可愛く言ってくださいってことよねはいどうぞ こぼとけトンネル <laughs>。すごいなんかね、すごい流れてそうだよね。全然なんか渋滞とかなさそうな。浜小ボーイさん、青森県二十四歳、男性の方です。ミッツさん、こちら強めにお願いします。ランボルギーニ。<laughs> <laughs> <laughs> いいんじゃないでしょうかね。ランボルギーニね。いいですね。ポルギンですよ。ポルギンね。ですね。フェラーリ。フェラーリ。フェラーリ。じゃあ。いろいろみんな考えつくわね。残念ながらもうバギーさんお時間になって。やだもう。こんな中でね。最後フェラーリとかランボルギーニでねお見送りってことですか。ら